武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。それでは信州大学の日本史の勉強について話していきたいと思います。こちらですね、社会がですね12個の題目の中から2つ選んで90分で回答せよっていう形式となっていて、割と特殊な形式となっていますが、今回日本史で出題されていた問題がですね、まあ過去にまだ2年かしかやってないので、その2年の中でやってた内容としては、まあ400字から600字の論述が大問1題でそれぞれ出されているような形になっています。で、聞いてくる内容自体はですね、割と広い時代の範囲を抑えたような問題なども出てきていますが、基本論述の内容としては割と論述の参考書とか過去問やってれば出てくるようなものですね。なのでオーソドックスな論述の参考書をしっかりやって、それをまあいくつかの事項をつなげて書ければ十分対応できるかなと。で、という意味で言うと、練習としてやっておかなきゃいけないものはですね、まあ、考える日本史論述だけで十分だとは思うんですが、まあ、参考書のレベルとしては、まあ、マーチレベル、まあ、最低でも日大やセンターレベルまでは完璧に、まあ、受ける時点でセンターは十分突破していると思うので、まあそので余裕があればマーチレベルまでこなす。だ、時間がなかったら論述優先でって形ですね。で、プラスですね、信州の過去問だけじゃちょっと少なすぎるので、筑波大学の過去問などを使ってですね、まあ、大阪大学などでもいいんですが、まあ、基本筑波が400字論述なので、あそこが、まあ、字数的にも近い傾向にありますので、まあ、過去問を通してですね練習していくといいとは思います。で、割とその、一つのテーマに対しての大きな流れを聞いてくるので、時代時代でぶつ切りになっているようなテーマがあれば、そこをちゃんとつないで一つのテーマで、まあ、長い時代を抑えられるように、まあ歴史的意義とか経緯とかですね、この辺しっかり押さえて、まあ、ちゃんと順序立てて、こうなってこうなってこうなったっていうのを時代ごとの特徴を踏まえて説明できるように心がけておきましょう。論述練習をしっかり、やっておくように、心がけてください。以上が信州大学の日本史の勉強となります。